さあ、それでは今日のゲームはハイライトで振り返りましょう。1回の裏のベイスターズの攻撃です。カープ先発のアドゥは2アウト1塁3塁で宮崎、ストレートをしっかりと打ち返しまして先制のタイムリーツーベース、1点を先行しました。この後2アウト満塁まで行ったんですが追加点は取れなかったベイスターズ。2回の表ベイスターズ先発大貫です。先頭バッターにフォアボールを与えてノーアウト2塁3塁、このピンチ田村のファーストゴロ、この1点はもうしょうがない1点ですが、ただ、これでランナーまだ3塁にというような形で、ちょっと守りのミスも絡んでピンチが続いたんですがそこはしのぎました。3回の表ワンアウト走者なしで田中康介ライトスタンドへ、まあ、ストレート、これはちょっとまあ、コントロールミス真ん中に行ってしまいました大貫。4回の表ワンアウトランナー1塁です。田村空振り三振、ここはショート石上がいいタッチプレー、盗塁アウトにしました。そして4回の裏はワンアウト走者なしで梶原のセカンドライナー、まあ、ちょっと詰まった打球でしたがセカンド菊池のファインプレー、カープもアドゥアを盛り立てます。5回の表2アウト走者なし野間、この打球石上ダイレクトキャッチ、石上のファインプレー。5回の裏2アウト1塁で牧の打球、ショート小園がファインプレーということで両チームともいいプレーも見えていました。6回の裏2アウト1塁2塁、カープは2人目のピッチャーの増田、松尾が大貫に代わってピンチヒッターで起用されました。プロ初出場、初球積極的に行ったんですがファーストファールフライに倒れました。そして7回はウィックが登板してワンアウト1塁、バットをへし折ってこれオースティンがよくミットに当てて、そしてセカンド牧がカバー、ウィックもいいベースカバー、早く一塁ベースカバーに入りまして、これはまあファインプレー、3人共同のファインプレーです。そして代打松山がセンターフライに倒れましてウィック来日初登板、無失点でマウンドを降りています。8回の表は上茶谷がマウンドに上がりました。ランナー一塁二塁で堂林がレフトへヒット、これで二塁ランナー三塁止まっていたんですが佐野がホームへの悪送球、とんでもない悪送球、そしてそのクッションボールをカバーしたオースティンがそのまま、まあ、方向をあんまり確かめもせず投げた感じですね。これがまあ悪送球、2つの悪送球が重なって2点を失いました。そしてピッチャーが4人目石川がマウンドに上がって坂倉、まあ、ボテボテの頃三塁ランナーもスタートよくホームに帰ってきましてこの回3点目5対1とカープ4点のリードに変わっています。まあ、9回の裏栗林がマウンドに上がってランナー1人が出ましたが最後オースティン粘ったんですけれどもフォークボール空振り三振ということでゲームセット、5対1でカープが勝ちまして、この開幕3連戦対戦成績2勝1敗ベイスターズの勝ち越しに終わったというゲームでした。